解体工事株式会社サポートプラン塩田です。本日の動画は解体工事の処分費そんなに高いのっていう動画です。一般の人は処分費がいかに高額か知らないです。実は解体工事費の 30% から 40% を占める処分費、結構な比率です。車や家電、また自分の嗜好の商品、また服、そういうものには興味を持ち、値段やブランドなどを勉強し、いろいろお店に通ってそのものを品定めします。しかし一般の人たち、処分費に対しての興味はないです。ここでいかに処分費がかかることを解体工事の一例を見てみましょう。この写真、木造瓦葺き2階建て、延べ床面積34坪、築45年、解体工事にかかった処分費です。延べ床面積というのは1階と2階、すなわち1階の床面積、2階の床面積、すべての面積を足したものを延べ床面積と言います。はい、そして黒瓦6流部、単価は1万3000円で7万8000円となります。あえて黒瓦と書いてるのは、色瓦っていうのもあるんですね。オレンジ色のような中身をした植木鉢のような色ですね。でこれは色瓦といって、またこれ、値段が違うんですね。また洋瓦、スレート瓦、あとはセメント瓦、いろいろさまざまな瓦があります。それは品物によって値段が変わることになります。そして木くず、木造であれば木がふんだんに使われてます。大阪では芝とも言います。木くずは6500キロ、単価は10円で6万5000円出ました。そしてガラスくず、ガラスくずは窓や扉などそういうようなところに使ってます。800キロ出てきて12円で9600円となります。あと昔の家ですので、畳の部屋が3間ありました。6畳が3間で18枚、畳1枚の処分費が1500円なので2万7000円ということになります。畳ばっかりある部屋がね、たくさんあると比例的に値段が上がってくることになります。そして瓦礫が一番、解体費用で、処分費の比率を押し上げている処分のものです。20リューベ出てきて1万8000円で36万円、量もさることながら単価も高いですので、どうしてもこの金額が大きいです。そして次はコンクリート瓦、20トン出てきてトン当たり4500円で9万円。コンクリート瓦と一言にくくりますが、無菌コンクリート瓦や鉄筋コンクリート瓦、小割りした瓦は安いですが、大割りの大きい瓦は割増料金が取られたり、特大の瓦も高いです。またタイルがくっついてたりね、コンクリートだけではないものがくっついている場合は割増料金となります。また取ってくれる処分場が限られてくるということもあります。次はハイプラ混合廃棄物、家には塗油や排水管、収水マス、その他廃プラスチックを使っているような部分が多くありますので、廃プラスチックが出てくると、こういうような五流部、1万3500円で6万7500円ということになります。なので、いろいろね、ゴミでもこんだけ種類があるということになります。
そして次がレンガですね。レンガはお風呂周りに使ってたりですね、あとは外構お庭の先に少し積んであったり、花壇とか、あと基礎のところにもね、ちょっと混じってくっついてたりね、する時がたまにあります。まあこの家では二流部のレンガが出てきて、結構金額も高いですね。で2万円の4万円ということになりました。そして今までの解体の処分を表に表してみました。ずらーっと並べると78万7100円という金額です。大方80万円ちょっと切れるぐらいなんですね。これぐらいの金額は正規の処分場、すなわちきちんとした営業家の処分場に捨てると、これだけの金額がかかるということになるんですね。ここにプラス人件費と機械代、あとは会社の儲け、もしくは消費税、そして経費などを足すと、やはり解体費用は安くはできないということになるんですね。この78万円の中で一番お金がかかっているのはここですね。36万円のがれきですね。このがれきに関して、この分を処分しないで不法投棄をするということになると、処分の半分以上は浮くことになります。なので、不法投棄の犯罪が絶えない、もしくはそういうような類似の行為が絶えないということになるんですね。こういうようながれき、またきちんとしたところにほかさずに、まあアウトのところに持ってったりですね、あとは自分の倉庫に溜め込んだりして、なりわいを立てているところもあります。解体の値引き合戦は不法投棄の温床になるとともに、地球へのダメージも大きいです。また環境犯罪に手を染めるような業者と付き合うとね、後々自分のところにも返ってきますのでね、適正価格で工事をするようにしてください。株式会社サポートプランでは見積もりおよび相談などを受けたまわっております。お気軽にご相談ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。